今日の道内は2月とは思えないほど季節外れの暖かさとなりました。生活道路やスケート場など様々な場所に影響が出ています。今午前9時半を過ぎたところなんですが、すでに街中の温度計は10度と表示されています。あちらの女性はコートを手に持って歩いていますね。羽織らずに、ちょっとなかなか2月のこの時期には見る光景ではないですよね。昨日流氷見に行ってて、でなんかこっち帰ってきたらもうめちゃめちゃ暖かくなっちゃったんです。暑いぐらい、はいね、本当はもう1枚上に着てきたんですけど、これも脱いちゃいました。今日の道内は上空に5月並みの暖気が流れ込み、オホーツクの紋別と湧別町で 17.1 度を観測。2月として道内の観測史上最高気温を更新しました。17度になりました。17度、はい、もうほとんど紋別としては夏です。奈良で17度夏。最高気温 13.9 度を観測した札幌では、向こうは市電が走る大きな道路で雪ほとんど道路にないんですが、そこから1本入ったこちらの道路を見てください。もう大きな深い輪立ちができてすごいことになってますね。そして雪が溶けてこちらの水たまり、うわかなりこれ、うわ深いですね。大きな道路は除雪も進んでいますが、ひとたび細い生活道路に入るとザクザク路面となっていて、足を取られながらなんとか進む人の姿が見られました。暖気の影響はこんな場所でも。冬物の動向っていうのは今年はやっぱりブレーキかかるのが非常に早かったっていう印象です。医療品を扱う産機では、例年であれば来月上旬まで続くはずの冬物需要が急速に低下し、急遽3割引きのセールを行いました。しかしやっぱり新しく入荷した春物に目線がいってしまっているというのが本音ですね。2月の頭1回気温が上昇したくらいで薄めの春物のジャケットが売れてきたので、店舗側としてはちょっと焦ってしまったっていうような状況です。ちょっと薄手 の, アウターを探しに来ました。なんか最近急に暑くなったりすることが多いので。一方、最高気温が9度を超えた恵庭のスケート場を訪ねてみると、中央に行けばこのようにねちょっと水も浮いてきたり、まあ、ひびも入ってっていうところで、あどこが黒くなった。ここリンクの表面には水がたまり、歩くと穴が開く場所も。恵庭市民スケート場は先月18日に今シーズンの営業が始まりましたが、気温の高い日が続き、今月13日から営業を停止。再開することができず、今日でリンクの閉鎖を決めました。状態としてはもう過去を見ても最悪な状態です。今回みたいな状況っていうのは、まあ、今まででもちょっとないような状況になりますね。もう今日をもって併設の判断という形になるかと思います。上川町の層雲峡で開催している冬の風物詩氷瀑祭りの会場でも、まずここはちょっと止めさせてもらいましたね。どうしてもこの暖気で階段がちょっともう崩れちゃってるんで、もう見ての通りシャワー状態になってますから、とてももう中に入れるような状況にもないものですから。祭りの実行委員会は夜間に手作業で修復作業を行ってきましたが、現場の状況を確認し、氷の状況によっては危険があるとして一部閉鎖などの措置を行うことになりました。2月でここまで溶けるっていうのはないですよね。初めてですね。この会場の中には入っていただきますけど、ただトンネルの中だとか展望台には上がれないっていう感じですかね。まあ、外から見ていただくと、造形を見ていただこうと思ってます。